アルジュナは、インドの女子誌、マハーバーラタの主人公の一人、パーンダバゴ兄弟の三男。パーンドゥの日、クンティーが、マントラでインドラ神を呼び出して授かった子であり、パーンドゥの第三子である。休術の達人であり、神弓、ガーンディーバを用いて戦った。アルジュナは、マハーバーラタにおいて、休術を用いて活躍する。長兄、ユディシュティラが知恵や、 課長的立場で活躍し、時系 B 馬、B 馬性なが荒々しい肉弾戦や素直な感情の、表出という見せ場があるのに対し、三男アルジュナは、王位継承とはやや離れた立場で、神々の試練の攻略や、人間的葛藤において、主人公的立ち位置を占める。イボ兄弟の弟に、双子のナクラサハレイバがおり、敵対する重邸のカウラバ百王子に味方するカルナは、 同福の兄にあたる。マハーバーラタの一部である、バガバッドギーターは、クリシュナ人が親友であるアルジュナに対して説いたもので、ある。クリシュナとアルジュナの結びつきは密接である。クリシュナは、ビシュヌ人の化身かつ、その別側面たる聖戦、ナーラーヤナの化身である。アルジュナは、インドラ神の息子かつ化身であるが、同時に、ナーラーヤナの半身たる。 聖戦ならの化身である。森で生まれたアルジュナたちは、父、パーアンドゥの死をきっかけに、一家でハスティナープラへ移る。そこで、王子たちの武芸の死として雇われたバラモンのドローナに、教えを受ける。ドローナは、パーンダバゴ兄弟とカウラバ百王子の両方の王子を指導していたが、その才能から、特にアルジュナに目をかけるようになった。ある時、 ドローナは弟子を一人ずつ呼び、遠くの木に止まっている鳥を指差しで、何が見えるかと問うた。ユディシュティラをはじめとするたので死たちが木や鳥、枝などを答えたのに対し、アルジュナだけが、鳥の目が見えます。他には何も見えませんと答え、見事鳥を射抜いたことに深く満足をした。ドローナは、息子のアシュバッターマンを溺愛していたため、水を汲む修行において、 息子に一人だけ口の広い壺を持たせた。しかしながら、アルジュナは、弓の技巧を用いて工夫したことで、アシュバッターマンと同等の成果を出した。また、ドローナが、アルジュナに、暗闇で食事をさせるなと秘密裏に周りに言い、アルジュナは、暗闇で食事をしているうちに、習慣であれば、暗闇でも行えることを悟り、夜に、弓の鍛錬に励んだ。これを、ドローナは、 大層喜んだ。ドローナと共に、ハスティナープラで支持したのは、ドローナと同じバラモンで軍師のクリパである。ドローナほどではないが、クリパも、同様に、アルジュナを常に高く評価していた。ドローナは、武術を習得した弟子たちの修行の成果を披露しようとう、クルオドリタラーシュトラを後ろ盾にして敵対していた。カルナの挑発を受けたアルジュナは師匠らの許可を得て、 カルナと対峙する。しかし、旧知の作法に詳しいクリパの戦いを申し込む場合は身分を明らかにすべきである。それを知ってから、アルジュナは何時と戦うか否か決めるだろうという言葉に、御者の息子であるカルナは返答ができなかった。これに対し、ドゥルヨーダナがアルジュナが王族でないものとは戦わないというのであれば、カルナをアンガ王の地位につける。 と宣言するも、日没により、午前試合は解散し、カルナとアルジュナの一騎打ちは行われなかった。ドローナは、その後、弟子から師匠への伝統的謝礼を要求した。ドローナの要求は、因縁ある、ドルパダ王の捕獲であった。先に出発した、カウラバ百王子やカルナなどの弟子たちが帰り打ちにあった、あと、パーンダバはアルジュナを中心にドルパダ王の捕獲に、成功する。 この、アルジュナの働きに、ドローナはますますアルジュナへの愛情を深めた。アルジュナは、その生涯において、兄弟と共に、あるいは単独でたびたび放浪生活を送っている。一度目の放浪は、ドゥルヨーダナラとその副神羅によって、一家で滞在していた、燃えやすい素材の館ごと焼き殺す計画を仕掛けられた、際である。自らの死を偽装した。 パーンダバ兄弟とその母は身分を隠し、時にはバラモンに噴し、協力者を求めて放浪する。そしてドルパダオの娘、ドラウパディの、向こう選び式において、誰も引くことができなかった号泣を引いて見事的をいた、アルジュナは、ドラウパディを得る。しかし、花嫁を得たアルジュナが兄弟と共に母、クンティの元へ帰ると、事情を知らないクンティに、 五人で平等に分けるように、という指示を受ける。母の言葉を偽りにすべきではないこと、及び、兄より先に、弟が結婚すべきではないというアルジュナの主張の末、長兄、ユディシュティラが五人共通の妻とすることを決める。二度目の放浪は、アルジュナ単独での放浪である。クル王国に帰還し、叔父、ドリタラーシュトラ王より、未開の地であった。 カーンダバプラスタを譲渡された、パーンダバはこの地に国を起こす。インドラプラスタと呼ばれたとで、パーンダバは平和に暮らす。ところがある日、牛を奪われて困っているバラモイに助けを求められた、アルジュナは、兄弟間の他の兄弟が、ドラウパディと寝室にいる場合は、部屋に入ってはならない。もし、入った場合は12年間の禁欲生活を送る。という誓いを破り、 部屋に入って、弓を取り、バラモンを助ける。誓いに従ってアルジュナは、進んで放浪の旅へと出る。この旅の中で、ナーガ族の姫、ウルーピーと出会い、ウルーピーとの間に、イラーバットという息子を設ける。その後、チトラバーハナ王の元を訪れ、娘のチトラーンガダーをめとり、バブルバーハナという息子を授かる。その後、クリシュナの妹、スバドラーと恋に落ち、 クリシュナの勧めで、略奪婚により、スバドラーと結婚する。これはクシャトリアにふさわしい結婚の方法の一つで、男が妻にしたい女を、自らが操る戦車に乗せて連れ去るというものである。スバドラーとの間には、アビマニルという息子を得る。12年の放浪の後、スバドラーというニーズマを伴って帰ってきたアルジュナに、対し、ドラウパディは不機嫌になるが、 スバドラーが起点を聞かせドラウパディを姉として敬ったためにことなきを得た国へ帰ってきたアルジュナはアグニガミの求めに応じクリシュナと共にカーンダバの森を焼くこの際アルジュナは自らの腕力に釣り合う武器を求め神弓、カーンディーバと矢が尽きることのない二つのエビラを森を焼くために得るアルジュナとクリシュナは初心の妖精により 森火事を妨害に来たインドラ神などの多数の神々と二人だけで戦いを行い神々を退却させる。インドラ神はこの武勇の報酬として後日柴神を満足させた時アルジュナに天界の武器を与えることを約束した。三度目の放浪はサイコロとバクにユディシュティラが敗北したために12年間森で暮らし13年目の1年間は 正体を知られぬよう暮らさなければならないという誓いによる。追放された森林での生活がしばらく経った頃、苦行し、インドラ神に会って武器を授かるため、兄弟と別れて一人修行の旅に出る。そこで苦行を続けたアルジュナは山岳民に奮した芝神と戦う。これに戦いを挑んで敗北したアルジュナは芝神に許しを乞い。 その勇猛さに満足した柴神にパーシュパターを与えられる。その後、アルジュナにバルナ神、山神、クベラ人が武器を与え、最後に訪れたインドラ神がアルジュナを展開へ連れて行く。アルジュナはそこで、あらゆる武器の使用方法と回収方法、歌や踊りを学んだ。修行を終えたアルジュナは神々に報いるために、 ニバ・タカバチャ族という魔族の討伐、及びヒラニアプラという黄金のとの討伐を一人で行った。13年目のパーンダバは、松屋国のビラータ王の下で、それぞれ正体を隠して暮らすが、アルジュナは女装して、ブリハンナラーを名乗り、王女らの舞踊の教師役となる。これはアルジュナが展開で舞踊を学んだことと、アプサラスであるウルバシーから受けた呪いを利用した。 変装であった。ウルバシーは、天界で修行するアルジュナに求婚するも断られ、それに怒って、性的不能となる呪いをかけたのである。しかし、インドラ神により、その期間は一年に縮められ、しかも自由に時期を選ぶことができたため、アルジュナはそれを十三年目に当てた。松屋国の将軍、キーチャカは、王妃の次女として働いていた、パーンダバの妻、 ドラウパディにしつこく肉体関係を迫ったことで、怒りを買い、ビーマに殺されてしまう。これを聞いたドゥルヨーダーナは、強力な将軍キーチャカが死んだと聞き、家畜を奪うために、松屋国へと攻め入った。強力なキーチャカを殺害したのは、ターンダバに違いないと考え、正体を暴いて、もう12年間森へ追放するため、軍を向かわせたとするバージョンも存在する。 これに対し、パーンダバは立ち上がり、アルジュナ以外の4人は、松屋国の戦士らと共に戦車を操って、迎撃に向かう。残ったアルジュナは、ウッタラー王子の業者として、カウラバの強力な戦士たち、ドゥルヨーダナ、カルナ、ドローナ、クリパ、アシュバッターマンらと対峙する。怯えるウッタラー王子をなだめながら、森へ隠しておいたガーンディーバやエビラを取り返し、 アルジュナは一人で尻け、その衣を奪い勝利する。この時点で、約束の13年目は過ぎており、アルジュナたちは正体を明かす。ビラータ王は感謝の印として、自らの娘、ウッタラーをアルジュナの嫁にと申し出るが、アルジュナは、ウッタラー王女が教え子であることを理由に断り、自分の息子のアビマニュの嫁にもらい受ける。13年間の追放が終わっても、 ドゥルヨーダナは、パーンダバたちの築いた国、インドラプラスタは愚か、代わりに要求した5つの村のみを返すことさえ、拒絶した。クリシュナによる和平交渉、クンティーによるカルナへの説得に加え、カウラバ側でも、ビーシュナや、ドローナ、ビドゥラタチクルの長老たちやガーンダーリーが、ドゥルヨーダナを説得しようとするもかなわず、ついに全面対決へと至る。 カウラバ側の軍が11軍団あったのに対し、パーンダバ側は7軍団という劣勢の中、戦いが始められた。戦いに先立ち、カウラバ、パーンダバの両陣営は、諸国のオーラを味方に引き込もうと格索していた。アルジュナとドゥルヨーダナは、クリシュナの元へ向かう。先に到着したのはドゥルヨーダナであったが、クリシュナは眠っていた。目を覚ましたとき、 クリシュナは遠足に置かれた、豪奢な椅子に座っていたドゥルヨーダナよりも、足元にうやうやしく立っていたアルジュナを先に見つけた。ドゥルヨーダナは、先に到着したのは自分だと主張したが、クリシュナは、自分が目にしたのはアルジュナが先であること、年少者から意見を聞くべきであることから、アルジュナに、戦わない私自身と、私が持つ軍隊のどちらを望むかと問う。アルジュナは即座に、 クリシュナを自らの御者に望み、軍団を望まなかった。クリシュナはこれに微笑み、アルジュナの御者として、クルクシェートラの戦いを共にする。戦争直前、親族同士が殺し合い、死を殺すという罪悪感に耐えきれなくなったアルジュナは、戦を放棄しようとする。これに対し、クリシュナはアルジュナに対し、武器を手に取って戦うように説得する。 バガバッドギーターと呼ばれるクリシュナとアルジュナの問答は、ヒンドゥー教の聖典の一つである。ここでクリシュナは、偉大なビシュヌ人の姿をアルジュナに見せたり、クルクシェートランの戦いで、アルジュナに撃たれた者は天界へ至ることを説いたり、あらゆる説得を行う。アルジュナはついに決心し、ガーンディーバを携えて、戦に臨むが、この後も何度も戦争を忌避する素振りを見せ、 クリシュマを困らせる。カウラバの最初の総司令官はビーシュマであった。自ら式を選べるビーシュマは次々とパーアンダバ側の戦士たちを殺戮していった。しかし自軍が劣勢であるにもかかわらず、アルジュナはビーシュマへの愛ゆえに、なかなか真っ向から立ち向かおうとしなかった。これにじれたクリシュマは、円盤、スダルシャナを携えて、戦車を降りて、ビーシュマを倒しに向かおうとし、 戦わないという誓いを破りかねない状態だった。アルジマは慌てて、クリシュナの腰にしがみついて、これを止め、ビーシュマと戦うことを誓う。ビーシュマは、ユディシュティラに尋ねられて、自らを殺す方法として、女とは戦わないという情報を、パーンダバに与える。そこで、パーンダバ側は、ビーシュマと因縁のある、王女アンバーの生まれ変わりであり、元は、女で男に、 性転換した士官林を先頭に立たせ、それに、アルジュナが続くという形でビーシュマを倒した。アルジュナの矢で、体中に、矢が刺さったビーシュマは、倒れる際に、矢が、地面に刺さって設置せず、矢のベッドに横たわっているようになった。しかし頭の部分はそうではなかったために、アルジュナは矢を地面に放ち、ビーシュマの頭を支え、 地面から湧いた水でその渇きを癒した。ビーシュマは、アルジュナの行為に満足し、その後戦場で、矢のベッドに寝たまま、戦争の行く末を見守った。戦争13日目、カウラバは、防御に厚い人形を取った。これを突破せんとアルジュナの息子アビマニューが先陣を、切るが、パーンダバ側は、ジャヤドラタによって分断されてしまい、アビマニューは、 カウラバ側の強力な戦士、ドローナ、アシュバッターマン、カルナ、クリッパ、クリタバルマン、ブリーハッドバラによって囲まれ殺される。アビマニユの死を、アルジュナは大いに嘆き悲しみ、次の日の日没までに、ジャヤドラタを殺すことを誓う。これを聞いた、カウラバ側は、ジャヤドラタをアルジュナから引き離して、殺されないよう陣形を組む。 アルジュナはこれによりなかなかジャヤドラタの元へ向かえずに、日没が迫ろうとしていた。クリシュナによって一時的に太陽が隠され、辺りが暗くなった時、すでに危険は去ったと、安心したジャヤドラタの首を、アルジュナの矢が跳ねた。クリシュナの助言により、アルジュナはすぐに矢を継いでジャヤドラタの首をその父、ブリッダクシャトラの膝に届けた。 息子の首を地に落とした者の,の頭が引けるよう祈っていたため、ブリッダクシャトラの頭は粉々に砕けて絶命した。ビーシュマに続いて、総司令官となったドローナを破れずに困っていたパーンダバはクリシュナの助言を求めた。クリシュナは、ドローナの愛する息子、アシュバッターマインが死んだと聞けば、ドローナは戦意喪失するだろうと言った。 アルジュナはこの恐ろしい作戦に賛同しなかったが、ユディシュティラがしぶしぶこれを受け入れた。ビーマが、アシュバッターマンと名付けた像を殺して、恥じつつも、アシュバッターマンが死んだ。と叫んだ。ドローナは真偽を、ユディシュティラに問い、ユディシュティラはこれを肯定した。それを聞いたドローナが戦意を失い、瞑想を始めたところを、ドリシュタデュムナが首をはねた。 戦車から降りて駆け寄りながら、師匠を生きたまま連れて来い、殺すべきではないと叫び、最後まで死を殺すことを止めようとしていた。アルジュナがカルナを殺すシーン。カウラバの次の総司令官となったカルナに、ユディシュティラは、非常に苦しめられ、瀕死の重傷を負った。兄を心配するあまり、アルジュナは、ビーマに戦場を任せて一時撤退するが、 カルナを倒してこなかったアルジュナを、ユディシュティラは、その歩みがアンディーバにふさわしくないと非難する。アルジュナはガンディーバについて侮辱された場合は相手を殺すと誓っていたために剣を抜くが、クリシュナの助言によりヤニを乱暴に呼ぶことで、精神的に殺す。ユディシュティラはこれにショックを受け、弟にそのような言動をさせた自らを恥じ。 アルジュナもまた兄への罪悪感ゆえに自殺を図ろうとするが、クリシュナの仲裁により二人は仲直りする。アルジュナは改めてカルナを殺すことをユディシュティラに誓い、戦場へと戻る。シャリアの操る戦車に乗ったカルナとクリシュナの操る戦車に乗ったアルジュナは退治して激しく矢を打ち合う。カルナが放った必殺の蛇矢は、かつてアルジュナが焼いたカーンダバに住んでいた。 ナーガの子、アシュバセーナだった。一度目はクリシュナが踏ん張って、戦車を地面にめり込ませたことで、矢は、アルジュナの冠を砕くだけで済んだ。二度目は、カルナが、他者の力を借りて、アルジュナを殺すことを拒否したために、アシュバセーナ自ら飛んでいったが、アルジュナは、矢でそれを切り裂いた。クリシュナがめり込んだ戦車を引き抜こうとしている隙を、狙って、カルナは、 アルジュナとクリシュナを攻撃するが、これを、アルジュナは矢を打ち返して防ぐ。アルジュナの矢が突き刺さりふらついたカルナを見て、アルジュナは攻撃を躊躇するが、クリシュナに知った激励されてしっかり矢を継がえる。カルナはすぐに気力を取り戻し再び攻撃する。しかし、今度は誤って、牛を殺されたバラモンの呪いにより、カルナの戦車が地面に沈み込む。 カルナはこれを動かすまでアルジュナに攻撃をやめてくれる、よう頼む。アルジュナは一度これに応じるも、クリシュナが、カルナの不徳と先ほどの攻撃を咎め、アルジュナに矢を放つよう促す。アルジュナは祈りを込め、マントラを吹き込んだアンジャリカという名の矢で、カルナの首を跳ねる。ビーマが一気打ちの末ドゥルヨダナを打ち果たした後、怒り狂った足バッターマンが、カウラバ川で生き残ったクリパ。 クリタバルマンと共に野衆を行う。これにより、パーンダバゴ兄弟とクリシュナとサーティヤキを除いた、パーンダバ側の戦士たちが皆殺しにされる。殺された中には、ドラウパディが生んだ、パーンダバの息子たち、シカンディン、ドローナを殺したドリッシュタデュムナが含まれていた。野衆後逃亡するアシュバッターマンを追って、アルジュナは兄弟及び、クリシュナと共に戦車を狩る。 追い詰められたアシュバッターマンは、ブラフマシラスを放ち、クリシュナの助言で、アルジュナも、同様に、ブラフマシラスを放つ。しかし、天界の神々は、世界が滅ぶのを暗示て撤回するよう要請し、アルジュナはこれを回収する。しかし、アルジュナのような精神的資質を持つ者を例外として、いかなるものも一度放たれた。 ブラフマシラスを撤回することはできないため、アシュバッターマンはこれを回収することができず、仕方なくアルジュナの息子の妻であるウッタラー王女の腹に向かって放った。この時死んだタイジがパリクシットである。タイジはクリシュナの力によって蘇り、後にクルの王位を継いだ。パーンダバの死、ドローナに対する敬愛ゆえに、アシュバッターマンは命を奪われることはなかった。 アシュバッターマンは、敗北を認め、生まれつき学にある宝玉を、ユディシュティラに差し出し、退治殺しの罪により、地上で3000年ようこととなった。戦争の罪を清めるために、ユディシュティラは、馬司祭を行うことにし、馬の護衛役としてアルジュナが選ばれた。この際、ユディシュティラからアルジュナは、極力相手の命を奪ってはならないと命じられ。 馬の行く手を阻む諸国の王や戦士たち相手にも、できる限り、命を奪うことがないよう戦った。マニプーラにおいて、王女、シトラアンガデアとの間にできた、自身の息子、バブルバーハナと戦い、殺されるが、ウルーピーの持つ宝玉の力により蘇生した。この一時的な死により、ビーシュマ殺しの罪が清められた。アルジュナが、馬と共に帰国すると、 ユディシュティラはアルジュナをねぎらい、うまくぎを取り行った。戦争後36年が経った頃、ガーンダーリーの呪いによりアータバ族が滅び、クリシュナも天界へと旅立った。クリシュナより残された女たちのことを頼まれていたアルジュナは彼女らの護衛をして、クルの王国へ帰ろうとしたが途中で襲われてしまう。その際にアルジュナはガーンディーバを引くことができず、 呂力と人数力が衰えたことを自覚する。ガーンディーバを使わず奮戦するも、アルジュナは一部のものしか守ることができず、地上での自らの役目が終わったことを悟る。ユディシュティラや他の兄弟も、同様に悟り、アルジュナの孫であるパリクシットに王位を譲り、後見人に、憂鬱を指名した後、ドラウパディを伴って、ヒマラヤへ向かう。道中。 ユディシュティラに言われてアルジュナはガーンディーバをバルナガミへ返却する。ヒマラヤの旅路ではドラウパディー、双子に次いで倒れる。ビーマはユディシュティラに倒れていった者たちの罪を問うが、アルジュナの罪として挙げられたのは力に誇ったことであった。アルジュナはその後展開にてクリシュナと再会する。クリシュナとアルジュナ。クリシュナとアルジュナは イニシエの双子の聖戦ならとナーラーヤナの生まれ変わりであるとされ、前世からの緊密な一体の関係である。バガバッドギターにおいては、アルジュナの求めに応じてクリシュナは、ビシュヌ人としての姿を見せる。あなたが見た、この私の姿は、非常に見られがたいものだ。神々ですら、この姿を非常に見たいと望んでいる。ベーダ、苦行、伏せ、祭祀によっても、 あなたが見たような私を見ることはできない。しかし、ひたむきな信愛により、このような私を間に知り、見て、私に入ることができる。アルジュナよ。私のために行為をし、私に専念し、執着を離れ、すべてのものに対して、敵意のない人は、まさに私に至る。アルジュナよ。このように、アルジュナの信愛にクリシュナは答えてみせ、アルジュナの迷いを払拭する。 クルクシェートラの戦いにおいては、アルジュナを狙った武器の投敵からクリシュナが身を挺して、守ったり、カルナとの戦いでは戦車を沈ませて、アルジュナを助けたりなど、様々な場面でアルジュナはクリシュナに救われている。また、クルクシェートラの戦いで、多くの戦士たちを失ったクルの王国が落ち着いた頃、アルジュナとクリシュナは、平和をもたらしたことを心から喜び、 しばらくの間王国内を回って、心身を癒す。クリシュナがドバーラカーへ帰還することを切り出すと、アルジュナはバガバッドギーターの内容を忘れたと言い、クリシュナに再度話をしてくれるように望む。クリシュナはこれに対し、アヌギーターと呼ばれる一連の教えを説いた。クリシュナが、自らの一族と共に滅んだ際には、アルジュナは直ちにドバーラカーへ向かうが、 残された1万6000のクリシュナの妻の嘆きを見て、アルジュナ自身も深い悲しみに沈む。死の間際、クリシュナは自らの父、バスデーバに、私はアルジュナであり、アルジュナは私です。彼は女、子供たちを守り、あなたの葬儀も行ってくれるでしょうと語っており、これをバスデーバから来たアルジュナは声を詰まらせ、その日の夜は悲しみのあまり意識を失う。 二人の関係の深さは単語にも現れ、クリシュナとアルジュナはたびたびクリシュナウと呼ばれる。サンスクリット語の名詞では、単数形、複数形以外に、二つのものを表す量数形が存在し、不可分の緊密な一体のものを指す。クリシュナウは、この量数形であり、一体の関係であることが強調されている。アルジュナには、多くの異名がある。 追放から13年目が経った時、撃ったら王子に壊れて、自ら銃の異名を名乗る。ダナンジャヤ、ダナンジャヤ、富を勝ち得た者、ビジャヤ、バスバジャ、征服、勝利、シュベータバーハナ、スフェタワアーナ、白馬を狩る者、パールグナ、ファルグナ、パールグナの静粛のもとに生まれた者、キリーティン、キレチン、王冠を被せられた者、ビーバツ、ビボツ、イムモノ、 サビアサーチン、セビアサッチン。両機器、アルジュナ、白、自主ヌ、ジセヌ、勝利する者、クリシュナ、クリショナ、黒、アルジュナのカタカリ人形、アルジュナの石像、上村勝彦、原点役マハーバーラタ一巻一巻に117章、以下、客中ではこのシリーズを、上村版として表記する。上村版一巻122章山際巣男。 マハーバーラタ第1巻第1巻以下、客中ではこのシリーズを山際版として表記する。ガングリ版1巻134章、プーナ版1巻123章、上村版では省略されている。上村版4巻、4巻44章、ガングリ版4巻49章では、アルジュナを倒すと行きまくカルナに対し、無謀なことをするな、我々6人で。 アルジュナに対抗しようと述べている。上村版一巻、一巻122章カルナが乱入してきた時点で、アルジュナは、カルナよ、お前は私に殺されて、招待されていないのに侵入して喋る、者たちのいる世界へ落ちるであろうと言い、アルジュナ自身が、カルナの身分を理由に、寄討を拒否したわけではない。午前試合は、来るの王子たちすなわちカウラ場及びパーンダバの武芸の、 疲労の場として催されたものであり、来るの王子でないカルナには、参加資格がないと考えるのが自然である。上村版一巻、一巻124から127、章、山際版、第一巻、第一巻山際版、第一巻、第一巻、上村版一巻、一巻128章、ガングリ版一巻140章、上村版一巻、 一巻百二十九から百三十六章上村版二巻、一巻百七十四から百七十九章に、一から百八十二上村版二巻、一巻百八十六章上村版二巻、一巻百九十九章、山際版一巻、第一巻ジャヤなど一部のバージョンでは一年間とされている。ものもあるが、同本の寛役中に、サンスクリット語の原点マハーバーラタでは十二年とある。 山際版、上村版、ガングリ版においても12年とされている。上村版2巻、1巻205章上村版2巻、1巻206、章山際版1巻第1巻上村版2巻、1巻207、章山際版1巻、第1巻上村版2巻、2巻210から212、章上村版2巻、1巻213章、山際版1巻第1巻あるじゅなに。 ガーンディーバを授けるのは、アグニガミであるが、ガーンディーバは、バルナガミの武器である。バルナガミからアグニガミへ、それからアルジュナへ与えられる。上村版2巻、1巻214から225、小山際版1巻、第1巻上村版3巻、3巻38章、山際版2巻、第3巻シバジン愛用の武器だが、具体的にどのような武器か詳細不明。 名前は、牛飼いの杖という意味。ここでアルジュナは、芝神からその武器の秘宝と回収方法を授かる。なおアルジュナは、クルクシェートラの戦いの最中にも、夢の中で芝神からパーシュパタを授かっているが、使用した明確な場面は、山際版、上村版では確認できない。上村版3巻、3巻40から48章、上村版3巻。 三巻百六十五から百七十二、山際版二巻、第三巻上村版四巻、四巻一章、山際版、第二巻、第三巻ガングリ版三巻四十六、章状村版では、うるばしいの話は存在しない上村版四巻、四巻二十一章上村版四巻、四巻二十九 C、ラージャーゴーパーラーチャリ、奈良武子、田中寛玉役、マハーバーラタ、 上村番4巻、4巻30章上村番4巻、4巻33から66章上村番5巻、5巻5から94、122から148章上村番5巻、5巻、5から197章第5巻の努力の巻は、戦争前の準備や、戦争回避に努めているという内容である。上村番5巻、5巻7章上村番6巻、 六巻二十三から四十章上村版六巻、六巻五十五、章実際に二人は別の戦車に乗っており、またビーシュマの攻撃がアルジュナに向けられている描写がある。ため、シカンディンを盾に、アルジュナが攻撃したわけではない。上村版六巻、六巻百十四章上村版七巻、七巻五十一、章山際版第四巻、第七巻ガングリ版七巻百四十五。 小城村版に、クリシュナが日没を偽装する描写はない。上村版七巻、七巻121章、上村版七巻、七巻165章、ガングリ版八巻71章、山際版、第五巻第八巻、ガングリ版八巻66章山際版、第五巻、第八巻プーナ版9巻1章、山際版、第六巻第十巻山際版、第九巻。 第14巻山際版、第9巻第16巻山際版、第9巻、第17巻プーナ版18巻3章、上村版6巻33章。プーナ版7巻28章、ガングリ版7巻27章、プーナ版8巻66章、ガングリ版8巻、90章山際版、第9巻第14巻、プーナ版14巻、十五15章、ガングリ版14巻15章山際版。 第9巻、第16巻ガングリ版16巻8章、沖田水穂、マハーバーラタニューモニウド神話の世界 P158。